こんばんは。時間の動画日記です。8月23日に27歳になります。ありがとうございます。今日なんか、ありがとうございます。集中クラスの後で、なんか祝ってもらいました。ちょっとあるかなと思って、そわそわしてて、終わりの頃に、もういいかなっていう感じでセリさんがやったので、来るなと思って来るなこれはと思ってすっごい身構えちゃってちょっと素直に喜べなかった自分が悲しい。でもすごい嬉しいです。ありがとうございます。なんかプレゼントをいただきました。なんだろうな。抱負でも喋りながら開けてください。なんだろう。 こういう袋好きです。かわいいな。お、あ、マスキングテープと、あ、乙女座の、これ、手ぬぐいですか？手ぬぐい、手ぬぐい、手ぬぐい？手ぬぐい。手ぬぐい。手ぬぐい。8月23日って星座の合間で、獅子座の時と乙女座の時があるんですけど、乙女座でした。これ開けちゃった方がいいやつですか？アメリカ的なやつで。ぐしゃぐしゃに開けて、なんかこう、散らかして。なんで誰も喋ってくれないの？なんか一人でいるみたいじゃないですか。そんなことないよ。ね。お、かわいい。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 え、こっち？こっち？そっち表、今見えてる方表。こうか。何これ？違う違う。梅？葉っぱ？女の人がいる。女の人？え、どこに？顔が。どこどこ？え人間のとこ。そう、なんかホラーみたいな。ちょっと怖いね。え、どれどれどれ？全然わかんない。女の人ってか、うん。ここ、ここ、ここ。うん。近いから見えない。ちょっと、待ってください。ああ、ほんとだ！いた！ああ。わーい！やったー！抱負、抱負！やったー！抱負！決めてた抱負いくつかあって、すごい大事なことは、部屋にペットボトルの殻を溜めない。ペットボトルは家に持ち帰らない。コンビニで捨てる。実行します！ありがとうございました。これからもよろしくね。